カブトだ。君昔からそうだよね。人に物をちゃんと説明しようって気ないよね。カブトが江戸転生を使っていた。だがマダラとかいう江戸転生は止まっていないようだぞ。これがカブト。なんかキモいね。そうか、止まっていないのか。わざわざ俺を探してまで。おう、そうそう、これがあれば僕たちたかがこの忍びの世界を。これだ。あの胸クソ悪いオロチマルに会ってでもやってもらわなければならないことも。え、誰？オロチマルだ。はあ、何言ってんの。その巻物の力を使うのにオロチマルを復活させるなんてダメだ。仮に奴が復活したとしてもおそらく両腕は使えないだろう。でもだからってやばい。お前、な、何？オロチマルを舐めすぎだ。15は本当それでいいの？オロチマルが復活しちゃうんだぜ。構わん。いいの？大体何なのこれ。俺の里ではこれを仙人化という。会社法院。オロチマル、あんたにやってもらいたいことがある。そんなこといちいち説明しなくてもいいわ。私この戦争には興味ないから。そうじゃない。さあ行きましょう。ここも随分変わったな。過去をなぞることで己の決意を再確認する時間が必要なのよ。ここにいる全員感知タイプじゃないにもかかわらず。なんだ、少し気になっているよね、ナルト君が。ほぼ渡し終えたか、ナルトのガキ。九尾のチャクラを渡してる。貴様らがナルトにつなげたかった力なんだろうがな。ここは手つかずのようで。ボロボロだね。そりゃこんな里の外れならね。そうね、行きましょう。すべての秘密が眠る場所へ。